はい、どうもこんにちは、メグです。本日の動画は100均購入品、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速スタート。はい、ということで今回はセリアとダイソーでお買い物をしてきました。去年ぐらいかな、ずっと気になってたものあったんですけれども、全然見つけられなくて、やっと見つけました。それ以外にも新商品とか気になるものを購入してきたので、早速紹介していきます。ではまずダイソー購入品から。こちらコンセントプラグホルダーというものです。こちらは使わないプラグを抜いてその場にキープできるものです。コンセントへのホコリを防いでトラッキング火災防止って書いてますね。最近布団乾燥機ね、いつもここに置いていて、使う時だけコンセント入れてっていう風にしてるので、これちょっと使ってみます。こういう感じではめて戻す、こんな感じです。使う時はこう刺して、使わない時はこういう風で使うようです。コンセントつながりで、こちら L 型プラグ横というものです。こちらは太陽コンセントタップ横向きって書いてますね。そのままねコンセントを挿してしまうと、こうボコッとねなるのが気になっていたので、これつけたらスッキリするかなと思って買ってみました。合計使用量が 1500W までのものです。ちょっとね使うとこはまだ悩んでるんですけど、こんな感じで使うようです。場所によってはねすごいすっきり見えるかもしれないです。こちらも新商品だと思います。抗菌お薬ケース、私が見た時はこの14マスのものと6マスのものがありました。本体開けてみるとこんな感じです。透明というか半透明のケースですね。蓋がね若干硬いですね。こういうケースに錠剤サプリメントとか入れると、こうねつまみにくかったりするじゃないですか。これはつままずスーッと取り出せるものになっています。斜めで楽々、特許もね取得されている商品のようです。こちらも同様に斜めになっているので取りやすくなっています。お薬ケースって書いているんですけれども、ビーズだったりとかね、そういった細かいアイテムの収納にも使えそう。抗菌って書いてるのも嬉しいですね。ダイソーのラストはこちら、サプリメントボトルです。これね、ずっと気になってたんですけど、なかなか見つけられなくて、やっとね、見つけました。蓋はこんな感じでグレーになっていて、本体は白ですね。シンプルなボトルです。でね、こんな感じで何が入ってるか書き込めるようなね、シールもついています。サイズが 40×78×40mm とのことです。なんかね思ったより小さかったですね。でボトルが PET、 そして蓋がポリプロピレンと記載されてます。開けにくいってことはなさそうですね。ただちょっとここがね脆そうなので、あんまりね乱暴に開け閉めすると切れちゃいそうな気がしないでもないですね。取りやすいようにねこんな感じで間口は広いです。で詰め替えもしやすいようにこんな感じでキャップも取ることができます。今使ってるサプリメントボトルは楽天のモノトーンさんで購入したこちらのボトルを使ってます。これすっごいね高級感ってお気に入りです。素材は何だろう、ちょっと硬いね、割れてしまうような素材です。でラベルももともとこことこっち用についてるので、引き出しとかに入れても上からも見ることができます。これ360錠なんですけど、これがね丸々入るような大きさです。かなりね小さいので全部丸々入れるのが難しそうですね。ガムとか入れるのにね使っても良さそうですね。はい、ここからはセリアの購入品を紹介します。こちらポリエチレン手袋120p 透明タイプのものです。フリーサイズで左右兼用です。これね120枚入ってるので結構ね100均の中でも多い方だと思います。これは何回かリピートしたことがあるものです。ここにかけるところがあるのと、デザインがねモノトーンでシンプルなので、扉の内側とかにかけておくのにちょうどいいです。次はこちら、しっかり閉まるダブルジッパーマチ付き A6 サイズです。これリピート購入品です。白と黒があるんですけど、いつもね行くと白がね売り切れでなかったんですけど、最近行ったらあったので買いました。
こんな感じでダブルジッパーになっているのでしっかりと密閉することができます。マッチがあるのが嬉しいですよね。結構たくさん入ります。冷えピタとか湿布だったりとかそういうのをね入れるのにちょうどいいサイズ感です。ケースとかに入れてしまうと中身がない時も場所を取ってしまうのでこうやって入ってない時はねすっきりとコンパクトになるものが好きです。前買ったやつはこんな感じで湿布っていうのかなを入れています。で、これは冷蔵庫に入れてあった冷えピタです。このケースはセリアで購入したケース。こんな感じで冷えピタを入れています。こんな感じ。1枚取り出してもう1枚余った時とかもこうやってちゃんとね締めれるやつの方がいいかなと思ってこれに変えました。次はこちらピタッと貼れるラベルホルダーで、こちらは幅 55×高さ 23mm のものです。10ポケット入っています。こんな感じでボックスとかに貼り付けて使うものです。こういったボックス見直しとかでね中に入れるものが変わった時にそのままラベルのシールを貼っちゃうと粘着が残ったりとかするので、こういったねポケット貼っておくと中身の紙を変えるだけなのですごい便利です。中のね台紙紙もついています。早速セリアの常備薬ケースに使いました。中身が変わった時変えれるように裏面表面にラベリングをしておこうと思います。こちらポイッと清潔トイレ用シートでお掃除トングというものです。ちょっと前にセリアで似たようなものを購入して紹介したんですけど別バージョンも売られていたので購入しました。もともと100均のものではないものを使っていて、この間購入したものは2階用に置いてあるんですけれども、ちょっとその2つと比べながら紹介したいと思います。今1階で使ってるのがこちらです。100均のフックにかけてあります。こちらは楽天とかニトリで購入できるものです。ここをスライドしてロックができます。で、このね先端がギザギザというかこんな感じになっていてしっかりと挟むことができます。この間キャンドゥで買ったのはこれですね。セリアでも売ってます。これは横にスライドしてロックをかけるものです。ちょっとねロックかけづらいんですよね。で、先端がシリコンゴムみたいな感じになっています。これちょっとね汚れが入り込みそうで嫌だなってとこはあるんですよね。で、持ち手がこうカーブになってるので持ちやすいです。で、これは今回購入したものです。前が L 字になっているので奥とかはこう洗いやすいようになっています。ロックがかけれないのでこんな感じで挟んでちょっと力を入れとかないと掃除できないです。トイレットペーパーとか挟んでお掃除するのにも使えます。中身が見えるボックス、こちらは約 165mm×約 105mm のものです。店頭でこう開け閉めしたら結構開け閉めしやすいなと思ったので購入しました。これに入れるのはコットンを入れたいなと思って購入しました。よくね100均とかでコットンケース売られてるんですけど小さいんですよ。だからねたくさん入れれなくて詰め替えがめんどくさいなと思っていたのでこうちょっと大きめのものを購入しました。引き出しとかにねぴったり収まりそうかなと思ってるんですけど、ぴったり収まるかな、使ってみたいと思います。洗面台下の引き出しです。ちょっと中身出しました。これはセリアのケースです。仕切り付きでね細かくこう仕切れるのでめっちゃ便利です。ここにぴったり入ればいいなとも思ったんですけどちょっと入らなかったです。このケースにね入れようとすると奥までは入らないです。ですがこう高さがね出て逆にいい感じかも。こんな感じで今回はダイソーとセリアの購入品を実際に使いながら紹介しました。私のチャンネルでは100均や3コインズ、ニトリなどの便利アイテムの購入品紹介だったりとか収納アイデア、暮らしのあれこれを配信しています。チャンネル登録まだの方はぜひぜひポチッとしていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。